2023年9月28日に台湾南部高雄市にある台湾国際造船大船において進水式が実施された。台湾が初めて国産で建造した通常動力型潜水艦海鯤海鯤海鯤の偽装工事は順調に進んでいるとみられ、2024年2月27日には乾ドックに移される際の様子が撮影された動画が公開されたよ。ちなみに海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦における命名規則に則っていて、潜水艦の命名については海プラス動物名とされており、海と創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものだな。今回は台湾初の国産潜水艦の建造について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の移動作業は艦体を隠す目隠しなどの措置がされないまま行われていて、潜航時の海底地形探知などに使われる監視神型の高周波ソナーや側面アレイソナーなどの他に、魚雷発射管や排水口など、昨年9月の進水式では中華民国国旗で覆い隠されていた艦首部分の各種装備が確認されたよ。海鯤の艦体サイズは全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありとされ、国産潜水艦とされて入るものの、戦闘システムはアメリカの原子力潜水艦に搭載されている、ロッキード・マーティン製のものが採用されて搭載されることになっているほか、魚雷も最新技術が込められているロッキード・マーティン製のNC-48を調達して搭載される予定なんだって。機関方式はディーゼルエレクトリックであるが潜航時の電力源として、日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦操縦型の11番艦欧遊と、12番艦東遊そして後継の太芸型の1番艦太芸、2番艦白芸、3番艦神芸に搭載されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていることで注目を集めているね。太芸型と同様に高性能リチウムイオン蓄電池を大量に載せているとみられ、この蓄電池の蓄電性能によってやはり太芸型と同様に2週間ほどの連続潜航が可能と推測されているな。海鯤は2020年11月24日に台湾国際造船で寄港され進水まで2、3年を要してきたが、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻12隻との情報もあり建造する計画であるとされ、日本円にして1兆6000億円に及ぶ予算を組んだと言われているぜ。今回動画が公開された海鯤の偽装工事が完了して台湾海軍に収益する時期について、蔡英文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声もあり、2024年末から2025年にかけての時期になるだろうとの見方が主流だね。台湾海軍は現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しいシャチでさえ1988年に就役していてその艦齢は36年にもなるんだ。このシャチは海竜級通常動力潜水艦の2番艦で、海竜級はオランダ海軍のズバールトフス級通常動力型潜水艦の改良型とされ、この2隻は現在の台湾海軍では貴重な虎の子的存在だね。基準排水量2300トン水中排水量2600トン全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルと海鯤より一回り小さいが、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力10ノット、水中最高速力20ノットを発揮するほか、6門の 533mm 魚雷発射管からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされ、現時点においてもある程度の戦闘力を持つ通常動力型潜水艦として評価されているぜ。しかし日本の海上自衛隊で言えば、すでに2世代前の潜水艦としてその全てが退役している、渦潮型潜水艦と同世代であり、さらには2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する、沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどとも同世代の旧式潜水艦であるため、高性能化が著しい中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばないばかりか連動が低いと見られている。中国軍の哨戒能力でも探知が可能で、
しかも運用されているのが2隻のみでは中国にとってさほどの脅威とはならないとされてきたわけだ。なぜ2隻しか購入できなかったかについては、台湾海軍ではこの海琉球潜水艦をオランダのスフェイエノール都社から6隻購入する予定であったけど、この契約について中国がオランダ政府に対して強烈な外交圧力をかけたことにより、中国との関係悪化を恐れたオランダ政府がストップをかけたためとされているんだ。台湾海軍では海琉球の他に2隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、コラレはいずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたいわば骨董品だね。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され、基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 メートルの艦体に 533mm 魚雷発射管を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からの歪みが発覚するなどして、水深20メートルまでしか潜れないとされ、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクの退役後に台湾海軍に売却されたもので、同艦も全近代的な潜水艦として開始と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと言われているため、中国海軍から見て脅威となる存在ではないぜ。その台湾海軍がこの先、日本の最新鋭潜水艦である太平型と同等かそれ以上の性能があるとも言われている。潜水艦を12隻も保有することになれば、中国海軍にとっては厄介な存在となることは間違いないと見られているな。しかしながら戦術したようにこれまで国産潜水艦を建造した実績がない台湾がいきなり、戦後数々の潜水艦を自主開発し続けてきた日本の最新鋭潜水艦と肩を並べるほど高性能な潜水艦を設計建造したことについては、西側諸国欧米メディアによると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国からの技術提供があったのではないかとの見方が広がっているよ。西側諸国の中で中国に対して表立って対抗できるのはアメリカくらいのものだけど、アメリカでは1959年に最後の通常動力潜水艦バーベル級3隻を建造したのを最後に、同級の設計資料を日本とオランダに譲渡しており、日本では渦潮型、オランダでは台湾海軍海流の原型であるズバールトフス級潜水艦に引き継がれ、それ以降アメリカは原子力潜水艦しか建造していないんだ。そして海溝の蓄電池がリチウムイオン蓄電池であることと、双流型と太平型に採用されている、 X 字舵が採用されていることなどから、設計建造については水面下で日本からの技術提供があったのではないかとの見方もあり、これらの他にも日本は水圧に耐える超高張力鋼の製造技術に長けていることから、民生レベルでの技術協力といったような形で製造に関する技術情報を提供している可能性があるとの見方もあるよ。台湾の潜水艦建造において海溝の建造に目処がついたことから、さらに中国大陸の内陸部を直接攻撃することが可能となる長射程のスタンドオフミサイルを発射可能な潜水艦開発を進めるのではないかとの噂があるな。現在反撃能力としてスタンドオフミサイルである12式地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めている日本と同様に、台湾においても中国軍による台湾侵攻の可能性が高まった場合に先制攻撃が必要との声が高まっていて、現在保有している中国大陸に届く射程約 600km の国産巡航ミサイル U-2E の量産を開始し、射程 1200km の改良型も開発中だと伝わっているぜ。そしてそれらを発射できる潜水艦を多数建造して中国への抑止力にすべきとの意見が、台湾国内においても次第に高まりを見せているとされ、中国がこれまでのように武力の威嚇で台湾を制御することが困難になっていくであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。